マチネの終わりにという映画の中で流れていた幸福の効果という曲をピアノのアレンジで弾いてみたいと思います。私もこの映画を見に行ったんですが、フランスの街並みとそれからこの曲がとても印象に残る映画でした。また他の曲も弾いてみたいと思います。